少しの間だけ貸して耳騙されたと思ってリスにありきたりなのマンネリ気味ならマイクプリーズギリギリ俺が KO で IMA わかる人には必要ない説明俺が KO ストップストップストップ。すいません、座んなくてもいいんですけど、むしろ立ってもらいたい。むしろ立って、そうそう、ちょっと広がりだけど、ちょっとね、そんなに大層なもんじゃないんで、じゃあもう一回言いましょう、お願いします。もう自由気ままにやっていただいて結構なんで、よろしくお願いします。少しの間だけ貸して耳騙されたと思ってリスにありきたりなのラネリ気味ならマイクプリーズギリギリぶっ飛びたい人全員こちら気づけば反応している腰が何日か経つと体が欲しがるマイクを握る俺が小島これが意外と期待できるあんま油断してると痛い耳の聞かず嫌いなるべくしないで聞くすることもしハマっている KOJ IMA わかる人には必要ない説明俺が KOJ IMA 持っているなら巻いて吸え楽しませたい楽しみたいお互い得する関係それがウィンウィンネガティブな思考はここじゃ禁止好きにやるだけとてもいいし楽しませたい楽しみたいお互い大成功。いや、一時はどうなることかと思いましたけどもね、いや大変いい感じでございまして、まだちょっと、いや皆さんね、ちょっとお酒飲みながら自由気ままに聞いていただきたいなと思いますけども、いや久しぶりにアザーヤと呼んでいただいてね、もう二度と呼ばれないかと思ってましたけども、いやー久しぶりってことで、じゃ あどうもこんにちは。じゃあ久しぶりの方もね、初めて会う方もいるんで、まあちょっとまずはちょっとゆっくりこういう感じの曲で、じゃあもう一回写真撮りましょう。ちょっとじゃあちょっとね、疲れちゃったからゆっくりめのやつ言っとこうかな、お願いします。いやいや疲れた、本当にもうね、だからまだまだこれからなんだな、これが。ノンタイムのシー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 シーノンタイムのシーロンタイムのシーロンタイムのシーロンタイムのシー久しぶり最近どんな感じ元気してるなら安心なんだかんだそれが一番肝心だからしっかり体調管理最後会ったのはいつどこだっけ
ね、あそこじゃない、いやあそこだって、仕事の調子はどうなのかって、別にいいそんなのどうだって、間が空いてるのに感じさせない、時間や距離難しい話、なんかよりふざけた感じのいつものノリ、病気や怪我、事件、事故に災害、いろいろあるけどまあ問題ない、乗り越えられるよ大体、次会う時もまた笑いたい、ロンタイムのシーン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 、ノーノーグレイ。いやちょっと柄にもなんかね、しんみりして曲を歌ってましたけど、いやじゃあもう一回ちょっとね、あんまり奥の方まで届いてないかしらね、もう一回同じ歌詞を歌おうかと思います。久しぶり、最近どんな感じ、元気でいるなら安心、なんだかんだそれが一番肝心だから、しっかり体調管理、最後会ったのはいつどこだっけ、あそこじゃない、いやあそこだって、仕事の調子はどう思うかって、別にいいかそんなのどうだって、間が空いてるのに感じさせない、時間や距離難しい話、なんかよりふざけた感じのいつものノリ、病気や怪我、事件、事故に災害、いろいろあるけどまあ問題ない、乗り越えられるよ海外、次会う時もまた笑いたい、ロンタイムのシーン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 、シーロンタプラップ。いやいやいや、調子どうですか。これを言ってね、どうにかバランス取ろうと思ってますけど、すいませんね。いやあのね、前のこのお姉さんたちが踊っていただいてね、とてもありがたいですよ。ちょうどこのボディの肉付きの特番の感じなんですね。いやちょっと、ただちょっとごめんなさい、すいません。いや参っちゃったな、入っちゃった。入っちゃいましたか皆さん。はい、いやどうですか。どんな感じかな。どんな感じですか。はい。いや。じゃあちょっとすごい皆さんね、今日パーティーで。楽しい日なんですけども、その前にちょっとね、皆さんいろいろ普段生活してるとね、いろんな人いると思いますけどもね、ちょっとこれからパーティーで楽しむ前に、そういう、今日朝にはいないと思いますけど、そういうムカつくやつに対しては、ちょっと鬱憤をここで一回出してもらおうということで、いろんな人いますから、そういう曲いきましょう。じゃあお願いします。いや、やめてよね、本当に楽しみたいだけなんだから、やめてよね、もう変なことすんのさ、いい加減にしてくんないかな、もう。だから何マジで腹立たしい、だから何お前頭悪い、初対面なのに偉そう、ニヤニヤヘラヘラ浮かべた笑顔、お前は一体どこの誰なの、相手を尊重しなきゃダメだろ、昔の話花火自慢よ、でも時間が経ちすぎていたんだ、俺のこと悲願でよ、こういうバカが本当にいたんだ、知識と教養ひけらかして今日も生きようよ、お前にはまだ早いよ、両方必要なのは意識の向上、こっちは何とも思ってないのに勝手に燃やしてる対抗心、
お前頭悪いだから何だから何だから何マジで俺が欲しいよ。いや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 、私ね、細々とね、かれこれ10年ぐらい歌わせてもらってるんですけど、こんなの初めて、こんなの初めてでございます。いや疲れちゃったな。来月とか次回ね、歌ってくれっていうことで、お話いただいてからね、私ずっとね練習してたんですよ。こんなことね、言わない方がいいかもしれないですけどね、ずっとね、このことばっか考えて仕事が全然つかなくなっちゃったんだ。仕事の話とか口聞いてくれなくなっちゃったんだけど、まあいいか、そんなの。さあ、今何分ですか？45分ね。じゃあ最後ですか？いやじゃあ、ありがとうございます。さあ、というわけで、楽しい時間はあっという間でね、月が最後の曲になってしまいましたけども、続きはベッドの上で。調子乗っちゃってすいません。大きな拍手を。今日でも本当にノリが良くて助かる。